ポペの像、ポペは、オーケー王院寺出身のテワの宗教上のリーダーで、1680年スペインの植民地支配に対する、いわゆるプエブロの反乱を率いた。スペイン人宣教師たちの先住民インディアンに対する強制改収が行われていた中で、ポペは1675年、魔術を使った角で告発、逮捕されて、裁判を受けた47名のインディアンのうちの一人だった。 有罪とされた3名は彼らのそれぞれの村々から連行され、2名は公主刑にされ、1名はスペインがする前に首吊り自殺をした。残った44名は収目の前で鞭打ちの刑にされ、収監された。アパッチとの戦争のためを人数の兵士が遠くに出かけていなかったために、スペイン領総督のフアンフランシスコでトレビニョはほどなくして囚人たちを解放した。 ポペは帰宅し、起こったことに深い侮辱を感じた。それからすぐに、彼は北のタオスプエブロへ移動し、1680年のプエブロの反乱を計画した。1692年、ポペの死のすぐ後、スペインの支配は復活した。しかし以前よりは情報した統治であった。この新しい時代において、スペインはプエブロの言語と宗教を積極的に破壊しようとは、試みず。 それで、現在もなおプエブロ文化は残っている。このことを理由として、ニューメキシコ州民は2005年9月22日、ワシントン DC の国立彫像ホールコレクションにポペの銅像を作ることを選んだ。それは、ニューメキシコ州を代表する彫像の2体のうちの1つである。ありがとうございます。